自分の方つねれよ。僕もいてえよ。そりゃこのままおめえをかぶったままじゃいられないからね。まるでたくさんあるみたいですね。もちろん女に負けたっておめえだよ。今日はあいつが男だって証明してやるよ。何気に男と確証を得られる質問を振ってみる。例えば「今度ひげ剃り貸してくれよ」とか。んなもんどうとでもなるさ。まあ見てなって。あの岡崎くん。こう見えても忙しいんだぞ。今日は喧嘩を売りに来たんじゃないんだ。なんだ。少し歩いて話さないか？歩かなくてもいいだろ。ここで話せ。ここで？まあいいか。だな。早く言え。今朝はさ、寝坊してさ、参っちゃったよ。てへ。キャラが変わってないか、お前。それでさ、ひげを剃ろうと思ったらさ、ひげ剃りが刃こぼれしてて、いててってなっちゃったよ。そうか。では悪いんだけどさ、お前のヒゲ剃り貸してくんない？どうして私が貸さねばならない？やった！かかった！聞いたよな、岡崎も。なんだ、何の騒ぎだ。今私がって言ったな。言ったが何が悪い？つまりお前はひげ剃りを持っているということだ。ということは持っているわけないだろう。え？私がと言ったのは、お前に私の所有物を貸してやる義理がどこにあるんだという意味だ。そもそも。そもそも？女性にそんなこと聞くのは失礼だろう！正当防衛だ。嘘つけ！こら、懐柔されてるんじゃない！あまり私の神経を逆なでするな。思わず手を出してしまうじゃないか。そう。あの意外に大きな胸、あれは偽物に違いない。きっとパッドか何かだな。だったらとっさにそのおっぱいを貸してくれと言ったら、思わず「はい」と渡すに違いない。そりゃ考えればいくらだってあるだろう。よし、行くぞ。岡崎くん。本当にしつこいやつだな。違う、今回は何もしない。会いに来ただけなんだ。信じられないぞ。ともよちゃんって意外に美人だからな。思ってもみないことを言うな。いやー、目の保養になるな。おっと、もうこんな時間か。次の授業が始まるな。ああ、急いで戻った方がいい。あっ、しまった！次の授業で使うおっぱい忘れた！ともよ、お前のおっぱい貸してくれ！どうして？やった！かかった！どうしてって聞くってことは、お前のおっぱいは貸せるんだな、外せるんだな。外せるわけないだろう。ありゃ？そもそも。そもそもおっぱいを使う授業があるか！うん。このともともコンビが！くそ、なかなかボロを出さないな。ま、次の休み時間見ておけよ。ん？ああ！もう休み時間かよ。なんか授業中の方が落ち着けるや。違うぞ岡崎。すんでのところで全部避けてる。熟しはまあ大見に行こうよ。うん。いや、まだ僕はお面をかぶったまんまだからね。絶対に友よが男だということを証明して晴らしてやるさ。へへ、当然。授業時間が何のためにあると思ってるんだい？さて、ここで問題だ。男だったら絶対に断れないものがある。それは何だと思う？んな簡単なこともわからないのかよ。てめえは真の男じゃないな。答えはな、ツレションだ。喧嘩の後、友情を確かめ合う美しい男同士の行為だ。男だったらこの誘いは断れまい。よし、行くぞ。岡崎くん。いい加減にしろと言っただろ。いや。今回は違うぞ。いつもそう言って結果は同じじゃないか。今回は違うんだ。今回はな。アウチ！大丈夫か？思わず本気で蹴ってしまったじゃないか。痛かっただろ？だからもうよせ。ちょっと付き合えよ、友よ。何にだ？いいからさ、ちょっとそこまでだ。ほら、来いよ。仕方のないやつだな。何をしたいんだ、お前たちは。挙句の果てには男子のトイレなんかに連れ込もうとする。嫌がらせにも程があるぞ。何を？そうか。そんな屈辱的なことを言われたのは初めてだぞ。お前も知りたかったくせによ。だってお前、僕にグッドエッジって。ってエッジ？ラックじゃない！はめられたー！気に食わない。なら、ちゃんと確かめてみればいいだろう。来い。あの男は嫌だが。お前なら我慢してやろう。ちょっとやそっとで落ち着けるものか。ものすごくショックだったんだぞ。私はこの学校では普通の女の子として振る舞えていると思っていたんだ。え？知ってたのか？どんなものかは知らないが、大概本当のことだろ。荒れてたんだ、ずっと。けど、もう昔の自分じゃない。違うつもりでいたんだ。あれは仕方がなかったんだ。あいつらは私を探していたんだからな。違う、何もしていない。注意しただけだ。道のど真ん中でたむろしていたんだ。普通のことだろ。すごく邪魔だったんだぞ。お年寄りとか困ってたんだ。そうしたら制服を覚えられて学校にまでやってこられた。放っておいたらいつまでも私を待って他の生徒にも迷惑かけることになってしまっただろうからな。それで私が出たまでだ。どうだ、仕方がなかっただろ。それも悪いだろ。人のためとはいえ私が引き起こしたことだからな。何がだ？これでも努力していたつもりなんだがな。けどもう少しやんわりと言ってほしかった。これでも傷つきやすいんだぞ。よく聞いてくれたな。あのバカが言うように、男子にモテたくてこんなことをしてるわけじゃない。私には目的がある。最後の目的は言えないが、当面の目標は言える。ああ、生徒会に入ることだ。入りたいと思うか、そんなものに。そもそも小さすぎるだろ。洗面器じゃない。似て色が違う。それでも小さいだろ。うん、入れるな、それなら。違う。冗談はよせ。生徒会だ、生徒会。どうしてそんな顔をする？そんな奴とは関わりたくないという顔だ。そんな奴とは関わりたくない顔を必死で隠している顔だ。そうか。お前はどうしてか話しやすい。うん、そうだな。じゃあ雰囲気だ。クラスの連中や寄ってくるやつらにない、なんとなく話しやすい雰囲気だ。そんな奴に関わりたくないと言われると落胆もする。妙なことを言うな。なるほど。お前は正しくない生徒だったんだな。おかしいとは思ってたんだ。お前みたいなのが自分以外にもこんな学校にいるなんて思わなかったんだ。この落ち着く感じはそのせいか。生徒会に教師は関係ないだろ。まだ違う。どこに行く？まだ確かめていないじゃないか。そうだ。私が女であるかどうかだ。触って確かめてみればいい。当然だ。これは意地だからな。屈辱的なこと。この上なかったんだぞ。違うかもしれないぞ。いや、違わないわ。けど、ここで調べもせずに納得されても後味が悪い。納得いかない。そうやって嘘をつかれるのが嫌なんだ。そんなわけあるか。複雑。そう、女心は複雑というやつだ。これは女の子らしくはないか？おい、岡崎、聞いてるんだぞ。女心は複雑というじゃないか。なら、今の私は女の子らしいということになる。お前、バカにしてるな。何をする？当然だろ。どうだった、岡崎？マジかよ！くそー！って女だと分かって悔しがってるのか、自分が男として悔しがってるのか、よく分かんねえ！どこに行くんですか？もうすぐ、授業が始まります。席すると補習とか受けないといけなくなります。占いで今日のグラマーは素敵なことがあるって出ましたし。はい、素敵です。素敵なんです。あ、はい。よーし、抜き打ち小テストをするぞ。